子は日本の女性歌手広島駅のすぐ北側、広島県広島市大須賀町二葉出身で、芸名は二葉の里で、秋の国と地元から取る。本名は加藤芳恵広島県立広島高等女学校を経て、1935年、東京音楽学校師範科卒業。音楽学校在籍中、東京音楽学校の総学堂で、 同校期待の増永武雄の美しいバリトンを聞いて感銘を受ける。その増永武雄はすでに藤山一郎として流行歌手として名を成していた。レコードデビューは在学中にコロンビアで吹き込んだ教育レコード。卒業後、地元の広島の三次高等女学校で教鞭を取る。教師時代も上京して学校用教材のレコードを吹き込んだ。 1936年春、コロンビアの専属となる、愛のゆりかごが最初のレコードだった。あの夢この夢、ガツに踊る、乙女19などで世に知られ1939年、松竹映画、春来の主題歌、古き花園が大ヒットすると人気歌手としての成果を得る。この曲でブルースを歌う自信をつけ、以後多くのブルースをヒットさせるようになった。戦時中は、 歌手として、異問活動をする。戦時下の1943年、結婚し一難を設けるがすぐに離婚。その後は自立する女として生きたが、息子の飛行に悩むことになった。しかし、やがては、息子の作になる曲を、孫のピアノ伴奏で歌う幸せも得た。1945年8月6日、帰郷のため広島から芸備線の汽車に乗り、汽車がトンネルに入っている際に、 原子爆弾が投下され、記者がトンネルを出たところで、キノコ雲と落下山を見たという。被爆はしたものの、トンネル内であったため、原爆による直接の被害は免れた。戦後になると、別れても、夜のプラットホーム、恋の万寿射下、さよならアルンバ、村の一本橋など多くのヒット曲を放った。1950年の水色のワルツは、綺麗なメロディーに、 ふたばあきこの歌唱が合い、人々に潤いを与えた。日劇では、同じコロンビアのあわやのりこ、かさぎしずこ、わたらとよくステージに立った。NHK 紅白歌合戦にも1951年の第1回から1959年の第10回まで10回連続出場した。第6回では、代表曲の一つである、バラのルムバで赤組取りを務めるなど、渡辺浜子 アワヤノリコ、松島歌子、笠木静子と並ぶ、創世期の紅白を代表する女性スターでもあった。1955年前後に高音が出なくなり、息を喪失して、秘境、実家から刃物を持ち出し自殺を図るが未遂に終わった。その後、作曲家の服部良一に、高音だけが歌じゃないと励まされ復帰し、自ら低音発声法を作った。百八十二年に、 死樹法賞、1990年には、君四頭髄法賞を受賞している。夏メロ歌手として21世紀を超えてもなお、活躍したが2003年夏に、ファンの集いにて引退を宣言し、広島に帰郷した。南朝が進行した影響で、バンドの演奏の音が聞き取りづらくなっており、それが引退の理由であったと伝えられている。それから年後の年月日、 心不全のため、広島市内で死去した、96歳ボー二葉の死により、第一回 NHK 紅白歌合戦に出場した歌手のうち、存命者は、菅原鈴子のみとなった、涙の三人旅、恩丸、霧島昇ると、ありがとうございます。